ろしくお願いします。はい、それではまずは、まあ、オープニングでも自己紹介させていただきましたが、もう一度簡単に自己紹介させてください。はい、みなりえさんとあゆこと神田ひらりです。よろしくお願いします。あゆ。はい、あゆろ担当19歳の椎名くららです。よろしくお願いします。くららちゃん。はい、おれみなさんとたまちゃんことたまりかなめです。よろしくお願いします。たまちゃん。はい、黄色担当18歳の白井美穂です。よろしくお願いします。美穂ちゃん。はい、すみだよ担当高校3年生17歳の浅田ゆいです。よろしくお願いします。ゆいちゃん。はい、赤色担当まなみこと成島まなみです。よろしくお願いします。まなみ。水色担当高校2年生16歳の日向彩乃です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけでこの7名でお届けします。最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでトップバッターを務めさせてもいただいたんですけど、なんだろう、締めもエクレアエクレットが飾らせていただけるということで、彩乃ちゃんいよいよ始まりましたけれども、お気持ちはいかがですか？もうやばいです。心臓がもうドキドキしてます。みんななんでそんな後ろなのドキドキしてるのね。はい、エクレアクのライブ、今から40分くらいかな。そうですね、続きますので皆さん最後まで楽しんでいてください。それでは早速次の曲、ファンタスティックスイート夢見るジュリエット。
あここで一旦彩乃ちゃんがお着替えにお色直しに行ってまいりたいと思います。いってらっしゃい。行ってきます。今回彩乃ちゃんがねスペシャルなステージをするということで、私たちも彩乃ちゃんのお手伝いをしないといけないわけですよ。お着替えだったりとか、今日ねみんなが思ってるよりすごいことするから今から、おというわけで用意しなきゃいけないでしょ。だからね行ってらっしゃったりとか、はい、ね、プレゼントとかもあるんだよ。だからちょっと2人も取りに行って、で私もちょっと正直を買っていろいろ準備することあるから、ちょっと一旦吐きさせていただきます。失礼します。はい、はい、ということで、はい、今回は私一人が MC をねちょっと回せていただくんですけども、皆さんどうでしたか？楽しいですか？え、まだまだ足りなくないですか？ナイスです。すごいですね、今回はあいなちゃんの2回目のバースデーライブということで17歳なんですけど、ね、この飾り付け、ビルとかもあったり、恐竜、これ恐竜なんですか？あ、恐竜なんですか？恐竜なんですね、すごいですね。ちょっと可愛いなって思って、私個人的にこれがすごい好きなんですけど、そういう話はちょっと一旦置いといて、あやなちゃんの思い出話もちょっとしていこうかなって思うんですけど、あやなちゃんと私同期なの知ってますか？知ってますね。はい、あやなちゃんと同期でですね、結構私たち相談したりし合ったりする結構そういう仲なんですけど、なんかすごい笑い声聞こえるんだけど大丈夫かな？はい、その私たちその岐阜の時も、去年岐阜に行かせていただいたんですけど、その岐阜の時にホテルの部屋が同じだったんですよ。で、その時にちょっとねご飯を食べるんですけど、晩ご飯を食べる時にもう2人の量かってぐらいにめっちゃ食べて、もうピザワンホール1個何食べたっけ、忘れてた、結構食べたんですよ。それを食べながらめちゃくちゃこういうことあってみたいな、結構いろんな話をしたりとか、もう結構ね相談したり相談し合う仲なんですけど、まだ準備まだみたいですね。はい、 MC って緊張しますね。なんか今回は完売ということで、チケットが完売しまして、すごいたくさんの方に来ていただいて、もうあやのちゃん本人も喜んでると思うんですけど、で最初ステージ入った時にもうめっちゃびっくりして、めっちゃ人いるじゃんみたいな、ちょっと今電気の関係上ね、ちょっと奥の方が見えないんですけど、はい、結構人がいらっしゃってびっくりしました。ありがとうございます、今日は来てくださって。はい、まだまだねライブはまだ続いてるので、声が聞こえてるよということで、すごく私たちとても何回同じ話するの？今日は来てくれてありがとう、3回目らしいよ。誰が来てました？いや、おじい様がね、ちょっと運営さんが聞いてくれてて、ゆうちゃん大丈夫そうって言ってさらっていったら、今日来てくれてありがとう、今ので3回目って言われたから、ちょっと爆笑してしまったっていうところ。ちょっと聞かないでよ。いや別に私出てきたところで面白いこと言えないんで、全部続けていただいて。あー、OK です。はい、最近ね、思ったことがあって、はい、まだちょっと皆さん盛り上がりが足りないんじゃないかなって。なんでちょっとコント仕立てにしようか。盛り上がりが足りてないと。でも、はい、今日声出せる？出せない？声出せないんで、拍手で。何前説みたいな。拍手で。皆さん、みんな、あやのちゃん迎える準備しとく？そう、迎える準備をするために、あやのちゃんって、みんな、なんて呼ぶ？なんて呼び込む？みんな、なんて言ってるんですか？なんて呼び込むか。あやのちゃんって言ってるんですか？あやのちゃん？人それぞれ。いやでもそうだ、声出せないんだもんね、うちらって呼ぶしかない。そうだね。じゃああやのちゃんって呼んだら、みんなで全力で拍手。あ、そうしましょう。みんな全力で拍手ね。みんな こっちが忙しいかもしんないけど、撮影タイムは設けるの。いやもう私出てきた、もうやめて、出てきたことによって事故する感じがすごい嫌なのよ。あ、いけ、やるならちゃんとやって。いや、これはちょっと人の生誕なので、私は何もしません。
ゆいちゃんのねダンスもなかなかすごかったんだけど、気づいたら最年少っていうかさ、はい、最後に入った2人がもう2年経ってるのよ。そうなんですよ、2年経ちました。そう、6月、だから今2年2ヶ月2年2ヶ月。はい、もう私からしたらいつまでもピヨピヨのピヨにしか見えないんだけど、やっぱ年下だからさにしか見えないんだけど、あ、もう2年も経ったんだと思って、でこの間しっかり踊ってて、あ、はい、やっぱちゃんと大人になってんだなと思って。ありがとうございます。まあ、だからあ、彩乃ちゃんも今からどんなステージしてくれるのかなっていうのはすごい楽しみにしてるんですけど、これなんでこんなに後ろにある、あ、先に撮影とかがあるから、あ、多分そういうことね、私たちが下がっちゃダメなんで、え、長くね、そう、いいのよ、お腹へこまして。これ裏話なんですけど、してもいいです？あ、ダメなの？ダメです。もしものことがあるから、もしものことダメなの？本当にもしもの時に撮っておきたい、もしもの時に撮っておきたい。いやでももしもの時、いや今ねちょっと、じゃあこれだけ、あやのちゃん今カイコの、あやのちゃんじゃない、ゆいちゃん、ゆいちゃんね今ねカイコの危機なんですよ。そうなんですよ、クビになるかもしれないの。そうなんです。なんで？ちょっと聞いてもらっていいですか？なんかちょっと悪い感じを想像してるじゃないですか、多分今みんな。違うんですよ、最近、まあ、私高校3年生なんですよ、食べ過ぎちゃって太っちゃってるんですね。まあ、衣装が入らなくなるとやばいなと思っちゃいまして、思っちゃいまして、衣装が入らなくなったらやめると。いや、そういうこと言ったらちょっとみんなが浸透しちゃうじゃない。ちょっと違うのよこれ、前々から食べ盛りなのよこの子は。で、運営さんから食べるのもいいけどちょっとやっぱティフも控えてるんですよ皆さん、忘れちゃダメだけど、一応ね山口とあの四国地方、あの中国四国地方を背負ったアイドルなわけですよ。まあ私が言うのもなんなんですけどね。な子がどんどん食べ盛りでこうガタイが良くなってくると、それはまずいんじゃないのゆいちゃんと。で運営さんがこれ以上もしね大きくなって衣装が入らなくなったら解雇ってこともありえるよって言ったら、分かりましたって大きな声で言った上でしっかり太っていくの。どう思う？よろしくお願いします。だからおデブの話してるの？そう、なんかねなんかいきなり、え、裏話してるんすか？やめてよ。そう、あやのちゃんの生誕祭なんだ。いやだってね、今日は来てくれてありがとう、3回ぐらい言ったよ。話すことがね、思ったことを言っただけな。本当にありがとうと思ったわけね。もうみんな困っとっていいよ。オッケーオッケー、ほんとよかったよ、みんなが来るまでうち、あの滑り散らかして死ぬかと思った。じゃあ今から、はい、さっきねちょっと練習したんだけど、うん、今からあやのちゃん、あやのちゃん飛び込んだらフェーって入ってきて、でその瞬間みんながめちゃめちゃもうカメラ落として、あ、もう落としてじゃない、カメラ下ろして、もう盛大な拍手で迎えるという計画があるので、やめてそんなもっと裏話するの。はい、それでは行きたいと思います。来ますよ、皆さん、あやのちゃんだからね。あ、あやのんのがいい、あやのんがいいかな。じゃあそれでは行きましょう、皆さん拍手の準備をお願いします、いいですか。はい、せーの、あやのん。はーい、かわいい、かわいい、かわいい、いいね。みんなめっちゃ素直じゃん。前行ってあげたい、みんな見たいからもっと。今日のテーマとか、なんかこだわりとかあったりしますか？もう純白なドレスで、本当はティアラとかにしようと思ったんですけど、真っ白な花で揃えて、今回はちょっと袖が、さっき上さんにも言われたんですけど、強そうって言われて、私的には可愛いなって思ってたんですけど、ちょっとこのポイントですかね。はい、強そうがポイントなのね。みんな今日口がたすぎない、久々のイベントだからどんどん緊張してるみたいな。てかみんな今みんなが一生懸命撮ったのが映り込まんようにしてる、可愛くしてあげて。じゃあ今から撮影タイムといきましょうかね。10秒、じゃあいきますよ、あの押してますんで皆さんシャッターの速度は早めに。それではいきたいと思います。私からいこうかな、マイクの番号でいきましょう。 OK、 はい、いきます。10 98 7 6 5 4 3 2 1
です。ピヨ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 取れなかった人はドンマイぐらいしかないよ。まあまあ誰かしら可愛く撮ってくれてるんで、もうツイッターで拾いがでもしてください。はい、それでは、ここから綾乃ちゃんの見せ場でございますけれども、どうですか？いやもう一番自信ないです。一番自信ないの？じゃあちょっともうちょい前に持っていこうかな。誰かそっち持っておくれ。下が上持ち上げていいよ。 OK、 じゃあ上持とうか。キーボードだけ行きます。くない？くない？何の曲をやるとか、全然 FF とかに関係ないんですけど、あのジブリの、千と千尋の神隠しのいつも何度でもっていう曲をしようと思います。全然あの初心者でピアノとかやったことないんで、独学で頑張ったんですけど、ちょっとミスっちゃうかもしれないですけど、温かい目でお願いします。みんな反応してあげなさい。はい、じゃあお待たせしました。ちょっと、はい、綾乃様すいません、ちょっとずらせていただき手こずってしまいましたが、頑張ってください。あ、はいはいはい、ほらほら、
はソロ曲、曲はマネキキャチャさんのタイムマシーンという曲で、未来の自分に書いた手紙を歌詞にした曲なので、ちょっと今日来る前にお母さんとそれを一緒に聴いてて、やばいね、いい歌詞だねって言って、お母さんとお姉ちゃんと3人で車の中で大号泣しながら来たんですよ。だからちょっと最後まで歌いきれるか心配なんですけど、頑張るのでよろしくお願いします。ではそれでは聴いてください、タイムマシーン。毎日ですか、いつかの夢を投げ出し
とうございます。それがあやのちゃんのアイドル力。やっぱプロはすげえな。それではお片付けをしなくてしていただきます。それではここから本格的にセレモニーの方に入っていきたいと思うんですけれども、なんとなんと、はい、あやのちゃんに向けてプレゼントが届いているみたいなんですけれども、ご準備はよろしくて。よろしくて、全くよろしくなくてね。よろしくなくて。オッケーオッケー。片付ける人とこっちにいる人と、あ、もう全員片付けたいって感じですかね。 OK です。じゃあ私たちで喋りましょうか。はい。緊張した？緊張しました。もううるうるでしたね。いやでもやりきったじゃない。やりきりました。もう泣くかなと思ったら泣かなくって、おー、やりきった。めっちゃこらえました。キーボード弾いてる時にさ、間違えるためにさ、ちょっと笑うじゃん。悔しさが、あ、悔しさが、ね、顔に出てしまうっていう。あ、なんか、あ、似合ってしたっけ、あ、ミスったんや。あ、いや全然上手かったと思う。すごい。本当ですか？ピアノこれのためだけに練習したの。あ、これのためだけに。え、それまで弾いたことないの？それまで全然もうそのハーモニカとか。やばくない？そんな子がここまで来たんだぜ。あ、ごめんね、お邪魔してて。大丈夫？あ、大丈夫ですか？ご準備よろしくて。はい。それではプレゼントをあやのちゃんのために持ってきていただいて。まだ？ん？ここ行くの？これ用意はよろしくて。あ、用意よろしくてよ。オッケー。それではあやのちゃんのバレるから動いたらもう。でもうちょい前に行ってやる。はい。もうそんなことする人はこの人しかいないんじゃないかみたいな雰囲気察する人もいると思うんですけど、まずは一組目、キツネレコンコンさんです。イエーイ。あやのちゃん、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。広島からもみじまんじゅうなんだけど、いつもね、あやのちゃんの笑顔がすごい素敵で、いつも楽屋で会ってニコニコパワーをいつももらってます。ありがとう。こちらこそです。はい、とても可愛いあやのちゃんをいつも見てます。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今月は7月、広島多いので、あ、そうやね、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうござい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 ます。はい、それでは2組目、大分県からはるばるやってきていただきました、スパティオの皆さんです。イエーイ。お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大好きです。私もです。やったー。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さっき見ると、めちゃめちゃテンション高かった。はですね、もうすでにプレゼントを先に渡してしまったということで、一言いただきたいなと思います。リミテッドのさんのお二人です。すいません。先にね、裏の方でプレゼントを渡してしまったんですけども、あまりね、対バンとかはないなかったんですけども、今日は本当に素敵な生誕祭に呼んでいただいてありがとうございます。そして誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。では次はニコちゃんたちから。はい、それでは次はまずはファンの人から、ファンの皆さんから、ファンの皆さんからプレゼントをいただいてます。さあ、何でしょう何でしょう。はい、何でしょう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 。こちらの素敵な花束ですね。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ファンの方がですね、水色すいません、髪がくて水色の可愛いね、花束いただいてます。皆さん、めっちゃいい匂いします。あ、本当？
匂わせるね。めっちゃいい。あ、これなら。めっちゃいい匂いする。あーっとここでトビーリさんがですか、まだ彩乃ちゃんにプレゼントを届けたい人がいらっしゃるみたいですよ。さあどうぞどうぞ、アイドリームの皆さんでーす。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。アマゾンありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんでした。もうダメだって。ありがとうございました。緊張しすぎてクララに泣きついてやめて。はい、それでは引き続きファンの方からのプレゼント、あ、もう出たか。続いてメンバーからお渡しするものがあるようでございまして、あるようで、あるようで。大丈夫かしら。おーおー、ゆいちゃん。お邪魔しますか。ここに行きましょうかね。マイクがいい。あ、大丈夫です。大丈夫。はい。これはメンバーからと私からと。朝のパパ、まずメンバーから、ね、はい、メッセージをいただきまして、クララさんがまとめてくださいました。ご参加させていただきました。ありがとうございます。はい、私からですね、はい、私の大好きな待って恥ずかしい大好きな写真撮って私で待ってほらこんなんさ自分のね、ちょっとね、見たい私のね、好きな写真をね、ちょっと撮らせていただいて、朝文字で自分の写真はなかなか飾らないけど、ただもらった以上、なんか猫がいるじゃないですか。あ、ほんと、切り取って入れてあるってこと。そうです、すごい。はい、ぜひ、あのこれ以外、普通にいろいろ飾っていただいて、はい、私からはね、手紙も入ってあるので、家に帰ってお読みください。じっくり読ませていただきます。朝のパパから酸っぱいチューを。何味？うまいレモン味帰って食べようと思います。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。プレゼント多かったね、今回。多かったですね。嬉しい。なんか最後ら辺意味わかんなかった。何が欲しいかねっていう話をしてて、グミ好きやけん、グミでええんじゃないって言ったら、グミですか、ね、まあまあまあ、細かいことは気にしません。はい、まあというわけで、まあ、プレゼントもいただいたところで、セレモニーはいよいよこう終盤に入っていくんですけれども、ここで彩乃ちゃんから皆さんにどこどこかいただいちゃってもいいですか。はい、ちょっとプレゼントはいただきましょうか。はい、本日は日向彩乃バースデーライブに来ていただき本当にありがとうございますと、ね、なんか自分的にはもう17歳なんだって感じで、入った時は中3で14歳だったんですよ。だからもうなんだろう、この2年本当に時間が過ぎていくのとか早くて、なんて言ったらいいんだろう、もう自分でも忙しいってなっちゃうぐらい、もうなんか充実しててすごい楽しい2年間だったんですよ。それでその中でもやっぱり悩むこととか、こうトラブルじゃないですけど、いろいろ自分の中で葛藤するものがいっぱいあったりとか、その難しい時期じゃないですか、高校生って。だからちょっといろいろあったんですけど、やっぱりエクエクに入れてよかったなってすごい思ってます。これからも10月には TIFF があるので、それに向けてみんなで頑張ったりとか、これからどんどんイベントもあるだろうし、みんなに会える機会もどんどん増えてくるだろうから、とこれからもよろしくお願いします。あとまだ17歳にはなってないんですけど、2日後に誕生日なので、盛大にツイッターで祝ってください
以上ですね。はい、以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。待ってさ、じゃドレスに着替えた後ですけれども、一曲やって終わりたいと思います。ちょっとプレゼントを横に置いてもらって、曲振りを任せてもよろしくて。はい、頑張ります。煙が応援してくれとる。やったー、応援なのか。それでは聞いてくれ、あ、最後の曲です。バイバイ。
乃ちゃんのバースデーライブだったんですけど、来週の11日はなんとなんと私たちがね、いつもいつもお世話になっているサウンドレックの6周年ライブでーす。イエーイ、早いもんでね、もう飲んでね、はい、サウンドレック6周年迎えさせていただくんですけど、来週は、ここライブスポットワンさんで、サウンドレック、6アニバーサリーライブ行われます。遊んでますけどね、ガオやね。はい、来週もぜひ、私たちに会いに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではステージ終了後物販ありますので、皆さんぜひ遊びに来てください。それでは以上、私たちエクライクレットでした。ありがとうございました。Bye.
これで本当に終了となってしまうんですけど、真ん中においで、真ん中にね、はい、あ、すいません、最後にこう、ポンって一言はい、本当にあ、ごめん、言って、そのまま閉めてください、はい、はい、今日はとてもいい日になりました、本当にありがとうございます。これからももっともっと頑張りたいと思ってますので、ウクレレクレットのことをよろしくお願いします。はい、それでは以上、私たちウクレレクレットでした。ありがとうございました。ありがとうございます。